続きまして、今年初3区誕生となります、馬たちご紹介です。まず登場しましたのは、バンゴッホです。父アメリカンファラオ、母イマジン、母の父サドラーズベル。父アメリカンファラオは、37年ぶりの、アメリカ三冠馬に輝き、その年のブリーダーズカップクラシックにも勝ったほどの名馬。種牡馬実績も素晴らしく、北米新種牡馬チャンピオンに輝き、昨年は、産区が日米仏で、G1 勝ちを果たしています。カフェファラオが、昨年 G1 に勝して、最優秀ダート馬に選ばれたように日本競馬への適性も抜群です。また母系も超一流で、母イマジンは、イギリスオークス、アイルランド千銀を制した名品。半径には、イギリスダービー、アイルランドダービーを勝ち、キングジョージでも7馬身差で古馬を圧倒したジェネラスがいます。母は産駒成績も素晴らしく、本馬の他にも、フランス G1 ジャン・リュック・ラガルデール賞を制したホレーショ・ネルソンを筆頭に4頭の重賞を勝ち馬を生んだ名繁殖牝馬でもあります。本馬の現役時代は、フランスの2歳 G1 クリテリウム・アンテルナショナルで4馬身差の圧勝、この一戦が評価され、ヨーロッパ2歳チャンピオンに選ばれますが、そのレースぶりは、道中最後方から直線鞍上のアクションに鋭く反応して瞬く間に前頭を抜き去るという圧巻のレースでした。このレースで見せた瞬発力は種牡馬として大きな武器になると考えております。種付け料は受胎条件180万円となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。サンクス場